こんにちは、エイロです。今日は12月30日ということで、今朝7時で、早いんで、みんなまだ寝てるんですけども、ちょっとね、今、プロスタッフをサイト送中で、まだ全然終わってないですけどね。ちょっと今、もともと全部青色にしてたんですけど、とりあえず仮で一回やってみるかってことでやったんですけども、いい感じだなっていうことで、改めてサイト送してます。色はね、ちょっとまだ、出来上がったら、あれなんですけども、ちょっと今黒を混ぜてます。青一色だとちょっと寂しいので、基本青黒ベースで、いい感じに仕上げていけたらいいなと思って、サイト送信なんで、出来上がったらまた紹介します。じゃあですね、今日もコメント見していきます。今日はですね、具体的にこういう打ち方でやればいいよみたいな話はないかな。多分コメントに、ちょっとありますけど、少し説明したら終わりかなっていう感じなんで、コメントを見ながら話していこうと思います。じゃあですね、今年一番の激戦 VS、グリグリスピナー、2023年最後の試合ファーストっていう動画のコメントで、三連ドンさんからコメントをいただきました。ほよよドンマイナイスゲームだわということで、そうそう、最初1-4で、負けてて、5-4で、なんですか、最初1-0スタート、僕が1-0でリードして、向こうが4ゲーム練習して、でその後僕が4ゲーム練習して、タイブレークまで行ってから 4-1 アップだったのにやられちゃったっていうね悲しい結末だったんですけども、でも楽しかったので、それが一番かなと思いながらですね。でセカンドセットは皆さんがこの動画を見てるのは12月31日だと思うので、12月31日の、夜ですね、セカンドセット上げようと思っているので、また楽しみにしていただければと思います。では関口さんから、バチバチのラリー展開に、目が行きますが、それよりスマッシュの安定感がすごいなと思いました。ロブが低かったら全部決めるぜという具合に、上を抜かせない安定感と決定力ってすごいですけどね。確かにね、お互いスマッシュ打つこと多かったのと、よかったけど、なんだっけな、5-5か5-4ぐらいの時は僕とんでもないスマッシュ失敗してたので、あれがね、持ってなかったですね。あれ決まってたらなとか、いうことありますけど、それはね、相手ももちろん、あのボレー決まってたらとか、あのストローク決まってたらってのがあるんで、そこはね、もうどうしようもないんですけども、スマッシュね、スマッシュは安定して打てないと、ネットプレーに持っていけないので、ぜひね、スマッシュとサーブってやっぱ練習時間短くなりやすいんで、なりやすいんですけど、そこをしっかり練習できるように、頑張っていただきたいと思っています。ナインチさんからのコメントを読んでいきます。ヤヒロコーチのリラックスした姿勢から、美しいフォームで放たれるショットは、どんな場面でも崩れず、それでいてあの反応速度感動しています。いろんな要素が満載で楽しく拝見させていただきました。ポイント間のコーチの仕草も普段より素直に感情が出されていて楽しそうだと思いました。早く続きが見たいですことで、コメントいただきました。あります。できる限りフォームは注意しながら、もちろんやってるので、よく言われますけどね、その試合の時は打ち方よりもどこを狙うかとどこに立つか、それもちろん時間と場所を奪うっていうのは大事なんですけども、そのために打ち方が大事というか、結局そのなんていうの、じゃあ打ち方が毎回こう振ったりしてたら、安定して狙ったところに行けないので、毎回できる限り同じ動きをしてれば、大体ボールが安定するので、その安定した上でどこを狙おうかな、どこに立とうかなっていうのを考えていきたいので、よくね、レッスン来られる方にも言いますけど、打ち方さえ分かれば、気をつけるポイントさえ分かれば、それをただひたすらやってれば失敗しないんで、それが崩れた時に失敗するんで、分かりやすいですよね。失敗した時に、今のは二度引きしちゃったんだとか、準備が遅かったから二度引きしちゃったんだなとか、分かりやすいので、ぜひ打ち方を注意しながらですね。さっきも言いましたけど、続きは、年末に、上げようと思います。で、
灰色猫さんからの、コメントを読んでいきます全日本の決勝より面白かったです。それはないかな。はい、全日本の決勝の方が面白いと思います。まあ、ただね、自分が知ってる人というか、まあ普段こう、まあ、ヤヒロってこんな人だよねみたいな知ってる人がやってるから面白いと感じるんじゃないかなと思いながらです。ヤヒロさんのテニスやばすぎです。フェデラーの練習を見てるみたいでした。相手の守備力も半端なく、タイブレーク直線のポイント80回もラリーが続いていました。プロの試合より面白かったですので、コメント入れました。ありがとうございます。まあ、これはねまあね、フェデラー選手の練習を見てるみたいっていうのはね、ちょっと言い過ぎじゃないかなと思うんですけども、まあもちろんね、そのフェデラー選手のボールの速度は僕は出せないので、まあ、出せたところで多分入んないんで、ボールの速度は、まあ、僕が出せる、まあ、マージンがある状態、まあ、要は、まあ、試合の時って大体じゃあ僕試合のボールどんぐらいのスピードでやろうかなと思ってるかっていうと、まあ、大体 50% か 60% 普通こう 70% ぐらいいくんかな、みんなは分かんないですけども、まあ、僕はそのもう絶対失敗しないでしょっていうマージンを残しながら打つので、100で打つことはないですよね。80もあんまないかなみたいな、そんな感じです。基本 50% ぐらいを丁寧にやるような気持ちでやってます。で、相手がね、そうそう、面白かった一番のポイントっていうのは相手ですよね。そのキタムーが安定してるから、安定したスピン、フォアスピンのバックフラットで、僕はまあフォアバックともに、あ、としては僕はフォアフラットバックスピンみたいな感じなんで、まあプレースタイル自体は似てる、そのショットのなんか戦い方とは違うけど、プレースタイルは似てる分ラリーが続くから、まあ面白いと感じたんじゃないかなっていう思います。そう、タイブレーク直前のポイントがですね、150、だいたい2分20秒ぐらい確かラリーが続いたと思うんですよね80回も続いてたってことだ。それは数えてなかったんで、数えてる間でありがとうございます。じゃあですね、黒い空さんからコメントをいただきました。熱戦お疲れ様です。全然若さに負けてないじゃないですか。5-6からのラリーは長かったなってことで、彼ね、13個下ですからね、大学4年生で、それこそ10月に引退したかな。で、その10月の試合で、関東学生の本戦上がりましたってことで、なんで上がったばっかりみたいな、もうほそうですね。まあね、彼と初めて会ったのは彼が中学1、2年生の時だったので、まあ、それからね、こんなに強くなるとは思わなかったですね。彼が高校生の時もちょこちょこやってたんですけども、まあ、大学に入って、まあ、よりレベルアップして、本当ね、好青年ですからね、いい子なので、ぜひまた、3月ぐらいまたやろっかっていう話をしてるので楽しみにしていただければじゃあですね、12月29日のスキラジで、うどんさんからコメントをいただきました。いつも楽しみに拝見しております。初めてのコメントですので、的外れな内容であればご了承ください。全然あれですよ、コメントのなんですか、内容はまあ最後的外れでも全然いいですまあ、皆さんもですね、まだコメントしたことない方はぜひ気軽にコメントいただければ。ヤヒロコーチのフォアハンドストロークでドッグパッドということを、知りました。ズベレフという選手のフォアハンドの練習動画を見たときに、ヤヒロコーチがおっしゃっているドッグパッドのような構えになっているように見えましたが、これはドッグパッドなのでしょうか。ヤヒロコーチが、ご自身の動画で説明されたものとラケットの位置がズベレフ選手は高いのです。ズベレフ選手のストロークの流れの中でそのように見える動きをドッグパッドと表現してもいいのでしょうかってことで、これはドッグパッドと思っていいです。ズベレフ選手の場合は、まあ、両手で、ラケット担ぎ上げた後こう後ろに向かってドッグパッドして、まあ、そこから引っ張り出すと思うんですけども、まあ、ドッグパッドっていうのは何が、まあ、語源かっていうと海外で大型犬の、まあ、頭を撫でるような、ちょっと今僕はしゃがんでるんですけど、こうまあ、立ってるとして、大型犬の頭を撫でる時の、ような状態って言われるから、まあ、ドッグパッドって言われるんですけど、僕のやってるドッグパッドが、まあ、こういう背屈気味のドッグパッドとしたら、ズベレス選手のドッグパッドは小屈気味のドッグパッドなんで、どちら極端に言うとこういう状態、まあ、ここまでいかないと思うんですけど、こういう状態でここから小屈だった手を
ハイクスに持っていって打球するような、そういう仕方なので、まあ、これもドッグパッドと思っていいです。ドッグパッドと思っていいけど、まあ、やり方が違う、うん、そこに行くまでの過程と力の出し方が違うっていうのが、ズベレフ選手のあれですね、弟の方のズベレフさんですね。兄貴の方のズベレフ選手は打ち方ちょっと全然覚えてない、まあ、サーバンドブレーっていうのはイメージなんですけど覚えてないんですけども、弟さんの背が高い方のズベレフ選手であればショークス気味の、ドッグパッドからこういくような感じなんで、まあ、そういう打ち方もあるんだなと思っていただければ。じゃあ最後、基本今より 1.5 倍跳ねるスピンサーブのコツっていう動画のコメントで、友永雄介さんからコメントをいただきました。素晴らしい言語化ありがとうございます。登録しましたってことで、いただきました。ありがとうございます。よかった、こういうね、昔の動画から、まあ、見て登録しましたっていうのも全然嬉しいと思うので、まあ、古い動画を見つつ新しい動画を、もしくは再生リストで、再生リストは僕は作ってるので作ってるって言っても全部じゃないんですけども、まあ、試合の動画を見たいなと思う人は試合の動画を、見ていただいて、まあ、スキラジのこのコメント読み見たいなっていう方はコメント読みがあるし、僕の見てるお客様ってどんな人がいるんだろうっていうのを 見たかったら見ていいし、撮影動画っていうのは僕がこう直接こんな感じで喋って、夜7時に上げてる動画をメインに、上げてます。でフォアハンドの教科書っていうのが、今まで上げたフォアハンドの動画を全てここに入れてるので、まあフォアハンド見たい方は少しね、フォアハンドだけで138本、見えますか、はい、138本でこの再生リストは3200回ぐらい再生されてるということです。今初めて知りました。サーブが気になる方はサーブ35本少ないですね。あとは完全版とか、まあ、セミナーとか懐かしいですけどね、はい、まあ、フォアハンド130本に対してサーブ30本ってことでサーブ少なすぎますね。サーブ皆さん見る方多いので、まあ、サーブの動画も今後は増やしていこうかなと思います。あとはバックハンドとかボレーとかないのかって思う方もいると思うんですけども、そうですね、本当は作った方がいいと思うんですけども、まだ作ってないということで、すいません。じゃあそんな感じで、今日のコメント見は終了ということで、スキラジ的には今日の動画が最後だと思うので、また明日以降ですね、2024年よろしくお願いします。じゃあそんな感じで、31だから、あ、そうですね、はい、今年1年も、会いました。また来年以降も頑張りますので、毎日投稿はそのまま続けていきます。まあ、僕の目標は、毎日投稿1000日、まずは1000日、今444ぐらい連続、444日間連続ぐらい更新してるんですけど、まだ半分もいってないので、今後も頑張っていこうと思います。まあ、できる限りスキラジもずっと続けていこうと思っているので、皆さん気軽に、コメントいただけたらと思います。じゃあそんな感じで、今回の動画終わります。また次の動画で、お会いしましょう。会いました。あなたのテニスがより早く効率よくレベルアップできるようにと思い、オンラインレッスンを立ち上げました。今ですね、毎月、いろんな県から、福岡の方にレッスンに来ていただいている方が、たくさんいます。で、そういう方はですね、どうしても予定を組んで福岡まで来て、レッスンをしてっていう時間とお金がすごくかかるんですよね。なんでそういう方を救えたらと思って、始めました。今、全国にはたくさん悩んでいる方がいます。テニスもっと早く上達できないかな、今自分はどういう状態なのかなっていう方たくさんいるんで、そういう方を救いたいと思って、作ったので、気になる方は、詳細はですね、概要欄に載せているので、ぜひ見ていただければと思います。ざっくり言うと、フォアハンドならフォアハンド、バックハンドならバックハンド、まあ、サーブならサーブ、何でもいいですけど、一つのショットを僕に動画で送っていただいて、課題を伝えます。で、課題を伝えて改善するためには、どうしたらいいのか、練習方法などでも、お伝えしていこうと思っているので、まあ、そういう形を、取っています。本気で上手くなりたい。もう自分は、これ以上レベルアップできないかなとか、自分一人でどうやったらレベルアップすればいいんだっていうのが、分かんない方たくさんいると思うんで、
そういう方を救えればと思います。はい、そんな感じで、気になる方は、僕にご連絡ください。以上です。ありがとうございました。